透明人生の部分っていうやっぱ偶然性とあと促進性ですね。促進性は早くかけるとですね、諦めないように無理かさえやって、ね、ちょっと世界を作るんじゃなくて水のにじみ溶かし偶然に頼っている部分を使いながらある種委ねるという気持ちで絵を描いてますね。なんかそこでなんか自分を超えたものが出るんじゃないかと、自分以上のものが描けるんじゃないかと思ってやってます。あとはもう昔から新聞とか中国とかで見られた水墨画にある精神性をなんとかこう融合できないかなと、水の力を利用してその風景に持っている臨場感と、あとはそこに表された精神性がなぜどうにかうまくこう活用できないかと考えて書いてます。やっぱりよく言われているように書きすぎないっていうことでしょうかね、見る人に委ねるというところも非常に大事かなと。まあ、どうしても 100% 表現したくなってしまうことと、やっぱ鑑賞者の目線になったって冷静に自分の作品を第三者の目で見るってことも大事ですね。